ケリーヒルタウンシップは、アメリカ合衆国ニュージャージー州の中部南西より、カムデン郡の北部にあるタウンシップである。2010年国勢調査での人口は71045万人だった。2000年国勢調査時点からは1080人、1.5%の増加だった。2010年の人口では、州内の自治体で第15位、郡内では第2位だった。郡内では、 軍庁所在地の噛む電子が第一位である。チェリーヒルはデラウェアバレーの海岸平原にあり、フィラデルフィアからは南東に約8マイルに位置している。フィラデルフィアの終焉都市と考えられている。現在、チェリーヒルと呼ばれる地域は、当初デニ・レナペ族インディアンが住んでおり、17世紀に入ってきたウィリアム・ペンの追随者であるクエーカー京都など、 イングランド人開拓者と平和的に共存した。最初の開拓地は、コールズタウンという名の小さな家屋群であり、ニュージャージー州道41号線とチャーチ道路の角、コールズタウン墓地があるところを外周にしていた。1844年2月25日、ウォーターフォードタウンシップの半分が分離し、デラウェアタウンシップとして、グロスター軍の中の自治体が設立された。 それから2週間ほど後の1844年3月13日にカムデン軍が創設されてその一部となった。デラウェアタウンシップはその領域が一番広い時に今日のノースカムデン、現在のチェリーヒル、マーチャントビル、ペンソーンが入っていた。その領域の一部は1859年2月23日にストックトンタウンシップに 1874年3月3日にはマーチャントビルに活上された。チェリーヒルの人口は第二次世界大戦後に急増し、1980年代まで増え続けた。今日の人口は安定しており、新しい開発は贅沢な家屋の注文建築、あるいは商業と工業地域の再生と用途変更による採用を通じたものとなっている。チェリーヒルは、 エイブラハム・ブローニングが所有していたケイン・アベニューと修道38号線に沿った19世紀の農園だった。この農園の土地は後にチェリーヒル・インと事務所構内、また現在のチェリーヒル・タワーズとチェリーヒル・エステーツ、住宅開発地となっている。チェリーヒルの名前が知られるようになると、開発業者の友人ーーン・モーリがその名を他の資産のいくつかにも付けた。 例えば、チェリーヒルインとチェリーヒルロッジホテル、チェリーヒルアパートメント、チェリーヒルエステーツがあった。1961年、旧チェリーヒル農園の反対側にショッピングセンターがオープンし、一つの屋内空間に75店舗が入った。当時、新しい郵便局を求めたが、州内のハンタードン群に同名のデラウェアタウンシップがあった。 アメリカ合衆国有便公社は、改名を主張し、デルタウンを提案したが、タウンシップ長のクリスチャン・ウィーバーとジョン・ギル・モアが、大衆に、町の名を公募するキャンペーンを行い、上がってきた名前の中に、チャペルヒル、チェリー・バレー、デラウェアシティがあった。1961年に行った、拘束力のない住民投票により、チェリー・ヒルが選ばれ、1961年11月7日に、 公式に採用された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は24.244平方マイルであり、このうち陸地24.097平方マイル、水域は0.147平方マイルで、水域率は0.61%である。タウンシップの中にある国勢調査指定地域として、アシュランド、バークレー、チェリーヒルモール、エリスバーグ、 ゴールデントライアングル、グリーンツリー、キングストンエステーツ、スプリングデールがある。その他タウンシップの中に、その一部、または全部が入っている未編入領域としては、コフィンズコーナー、コルウィック、クーパーズタウン、ディアパーク、アールトン、フリーマン、ハットンズヒル、ロカストグローブ、オーチャード、ウッドクレストがある。バーリントン郡と接するタウンシップの東側境界は、 ペンソー圏クリーンクになっている。このクリーンクの対岸に、メイプルシェードタウンシップ、イブシャムタウンシップ、マウントローレルタウンシップがある。クーパー川が南にあるハットンタウンシップ、ハットンフィールド、ボロ、ローンサイドボロとの境界になっており、マリア・バーンビー・グリーンウォールド公園を通り、東西方向の修道70号線に並行している。チェリーヒルの北は、 マーチャントビルボロとペンソーケンタウンシップに接し、運動544号線に沿った南側境界はボーヒーズタウンシップに接している。チェリーヒルは温暖湿潤気候にあり、冷涼、または寒い冬と暑く湿気た夏が特徴である。チェリーヒルのアジア系アメリカ人人口が急増しており、2010年の8304人。 19.5%から2013年推計で9927人となっている。同じ期間にタウンシップの人口が1.0%成長していること比較して、この増え方は特に大きい。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ワンチェリーヒル。 タウンシップで最も背の高い建物ピナクルフーズ TD バンク NA 各社がチェリーヒルに本社を置いている。メリタ USA はコーヒー焙煎工場を置いている。かつてはスバルオブアメリカが本社を置いていた。住人の多くがタウンシップ街で働いている。チェリーヒルは終焉都市でありフィラデルフィアやカム電子に半時間で通勤でき、 トレントンやプリンストンでも1時間で通勤できる。アトランティックシティに通勤する者もいる。チェリーヒル公園の標識チェリーヒルには51の公共公園とカムデン群所有の3公園がある。大半は遊具、バスケットボールコート、テニスコート、遊歩道、運動場がある。もともと工場と農園だったクロフトファームは芸術センターのある唯一の公園である。 当初1753年に建設され、チェリーヒルの歴史遺産になっている。その廊下は1816年の拡張など、長い間に多くの変更が加えられた。家は1985年にタウンシップに売却された。1995年にチェリーヒル芸術センターとなり、チェリーヒルレクリエーション部が、地域社会のために芸術教室、セミナー、 コンサートを開催している。マーチャントビルカントリークラブはチェリーヒルにある民営カントリークラブである。ウッドクレストカントリークラブは2013年春に破産による競売で売却された。現在は大衆に開放される準民営クラブになっている。チェリーヒル警察署は3軍地域では3番目に大きい警察署である。 130人以上の警官と21人の文民を雇用している。チェリーヒル消防署は消火用各種車両、装置の部隊と救急医療隊4体を備えた部署である。チェリーヒル消防警察部隊や特殊任務隊を含めボランティア部隊2体もある。チェリーヒル消防署のほか南ジャージー全体への支援を行っている。タウンシップで唯一の病院はケネディ記念病院であり、 チャペルアベニューにある。近くのボアヒーズ、マリトン、バーリンにあるバーチュア病院やカムデンのクーパー大学病院とアワーレディオブ、ローズ医療センターを利用することもできる。ジャックシュワイカー複合大隊は、チェリーヒル陸軍集軍部機構を本拠にするシビルエアパトロールのチェリーヒル支部である。連邦議会がチャーターし、連邦政府が支持する非営利企業であり、 アメリカ空軍の文民補助部隊として機能している。この大隊には約60名のメンバーがおり、そのうち40名は士官候補生、20名は上級メンバーである。チェリーヒルタウンシップは1844年にデラウェアタウンシップとして創設され、当初はタウンシップ委員会が統治していた。1951年5月19日、市民は特別住民投票によって、 三人の委員によりなるウォルシュ法委員会形式の政府を採用した。1962年、タウンシップの人口が3万人を超え、委員は2人が追加されて5人となった。市民の諮問委員会が行った調査に従い、1962年に特別投票が行われた。タウンシップはその政府形態を、ホークナー法の立法委員会、マネージャーの政府形態プラン A に変えることを決めた。 立法委員会の5人の委員は5月の選挙でタウンシップ全体を選挙区に選出され、任期は4年間とされた。委員の5選によってタウンシップ長を選出し、タウンシップマネージャーが行政部門の管理主任者として働くこととされている。1975年までに検証研究委員会の報告と世論調査投票が成立した後でタウンシップは委員会、 マネージャーの政府形態プラン B を採用することにした。政府の二つの面が修正された。立法委員は2年ごとに半数が改選されて、任期4年間を務め、定数は5人から7人に増やした。1981年の住民投票の後、政府形態が再度修正された。この時は、ホークナー法の主張、立法委員会政府形態プラン B となった。上の 強力な主張が住民の直接選挙で選ばれ、7人の立法委員は、タウンシップ全体を選挙区に2年ごとに半数が改選されて4年間の任期を務めることとした。1986年11月の世論、調査投票の成立後、主張と立法委員の選出は5月の無党派選挙から11月の党派選挙に移された。 N. ジョン・アマトは30年間立法委員を務めて、最も長く委員を務めたものとなり、2014年9月に在職中のまま死んだ。2014年10月の立法委員会特別会合でアマトの空席を満たすために、ブライアン・ボーアルが選ばれ、2015年12月までの残り任期を務めることになった。チェリーヒル公共図書館はタウンシップ政府の機関である。 床面積72000平方フィートの図書館はニュージャージー州の市営図書館の中でも最大級のものである。原施設は2004年12月に完成し、1966年に建設されたマルコームウェルズが設計した建物に置き換わった。キングスハイウェイ北1100にあるチェリーヒルタウンシップは アメリカ合衆国会議員の選挙でニュージャージー州第一選挙区に属している。2010年国政調査以前は第三選挙区に入っていた。2012年11月の一般選挙の結果に基づきニュージャージー州地区見直し委員会が行った修正は2013年1月に有効となった。衆議会会員では 第6選挙区に入っている2011年3月23日時点で、登録有権者総数は5万178人であり、そのうち2万220人、40.3%が、民主党に8374人、16.7%が、共和党に2万1553人、43.0%が、無党派に登録されている。その他の政党は31人である。 2010年国勢調査での人口に対して70.6%が有権者登録しており、18歳以上に限れば91.7%となる。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマは22,128票、60.9%、共和党のミッド・ロムニーが13,872票、38.2%、 その他の候補者が353票、1.0%という結果だった。登録有権者53,628人のうち36,572人、68.2%が投票し219票が無効だった。2013年ニュージャージ州知事選挙では共和党のクリス・クリスティの12,035票、60.2% 民主党のバーバラ・ブオノが7683票、38.4%、その他の候補者が266票、1.3%だった。登録有権者53873人のうち2526人、38.1%が投票した。542票が無効票だった。チェリーヒル公共教育学区が初期児童センター一つ、 小学校12校、中学校3校、伝統的、高校2校、オルターナティブ高校1校の合計19校を運営している。州内では12番目に大きな学区であり、校外部の学区では最大級である。1990年代後半から児童生徒数が約2000人増えており、1400人を雇用している。ボランティアの教育委員会が管理している。 委員は9人で、タウンシップ全体を選挙区に選出され、任期は3年間であり、毎年11月の一般選挙で3人ずつが改選されている。2011年から2012年の教育年度では、19の学校に1万1248人の児童生徒が学び、教師は常勤換算で829.6人、生徒、教師比率は13.56対1だった。 学区内の学校は以下の通りである。生徒数は教育統計全国センターによる。2001年から2002年の教育年度でチェリーヒル東高校がアメリカ合衆国教育省からブルーリボン賞を受賞した。学区内の三校がニュージャージー州教育省からスタースクールに挙げられたことがある。すなわち1999年から2000年のチェリーヒル東高校。 2002年から2003年のトマス・ペイン小学校、2003年から2004年のクララ・バートン小学校である。チェリーヒル西高校は2001年から国際バカラレア教育を行っていたが、2007年から2008年の教育年度で終了した。学区内の5校がベストプラクティス賞を受賞してきた。サットでは州や国の平均をはるかに超えており、 チェリーヒル東高校は1668点で試験を受けた週内349校中第41位チェリーヒル西高校は1529点で週内第124位となった。2010年卒業率が100%に近くなり卒業生の約95%は2年生あるいは4年生のカレッジに進学した。雑誌 ニューズウィークの2013年アメリカの高校ランキングで全米の公立高校2万選考中、チェリーヒル西高校は第1225位、東高校は第354位だった。チェリーヒルの教育学区は2001年に国際バカロレア教育資格と学位プログラムを始めたが、2007年から2008年の教育年度末で終了した。 国際和歌ロレア初年度プログラムは、ジョセフ・ D ・シャープ小学校、ジェームズ・カイ・クーパー小学校、トマス・ペイン小学校で提供された。このプログラムは、国際和歌ロレア中間年プログラムの一部でもあり、ロサ国際中学校の6年生から8年生に提供された。カムデン軍カレッジのローラーキャンパスローマ・カトリック、教会カムデン教区が幼稚園前から8年生までの、 リサーレクション学校を運営している。この学校は、セントピーターセレスタイン学校とクイーン・オブ・ヘイブン学校の合併で誕生した。また9年生から12年生のカムデン・カトリック高校も運営している。キングス・クリスチャン学校は1946年にカムデン・軍クリスチャン・デイスクールとして設立された幼稚園前から12年生の私立クリスチャン認証学校である。 ポリッツデイスクールは、私立現代正統派ユダヤ教のデイスクールであり、幼児から中等レベルの生徒を受け入れ、コングリゲーションサンズ・オブ・イスラエルと共にあって、その支持を得ている。カム・デン・軍カレッジは、修道7 5線東とスプリングデール道路にある、ウィリアム・ジー・ローラーセンターで、3つあるキャンパスの1つを運営している。2010年5月時点で、タウンシップの中には、 総延長309.36マイルの道路がある。そのうち246.81マイルがタウンシップの保守に40.41マイルがカムデン郡17.91マイルがニュージャージー州交通省4.23マイルはニュージャージーターンパイク管理局の管轄である。ニュージャージーターンパイクがチェリーヒルを通っている。ウォルトホイットマンサービスエリアがタウンシップ内にあるが 最寄りのインターチェンジは隣接するマウントローレルタウンシップ内の出口4号である。週刊高速道路295号線はタウンシップ内に3カ所の出口がある。出口34号 A、B は州道70号線に出口32号は群道561号線に出口31号は直接パットコ高速通勤鉄道線のウッドクレスト駅に接続している。 この鉄道は、フィラデルフィアの15の16番アンドロカスと、通り駅からリンデンウォールドまで通っている。チェリーヒルを通る、その他の高規格道路は、ニュージャージー州道38号線 T、道41号線、道154号線である。ニュージャージートランジットのバスでは、317系統、404系統、405系統、406系統、407系統、 409系統でフィラデルフィアと結ばれている。タウンシップ内は450系統、451系統、455系統、457系統がある。ボルトバスがニューヨークとの急行バス便を運行している。ニュージャージートランジットの鉄道アトランティックシティ線はペンシルベニアレディング海岸線を通りチェリーヒル駅で停車する。この駅は ガーデンステートパビリオン、ショッピングセンターと元ガーデンステートレーストラックがあった場所の新開発地の間にある線路の西側にある。ありがとうございます。